こんにちは、山本道場の山本誠二です。こんにちは、山本道場の樹です。はい、もう普通の普通ですよ、はい、山本誠二です。はい、はい、なんか今日冒頭に話したいことがあるということで、はい、ちょっと時間を設けますけど、はい、もうついに、うん、あれがあれが、はい、1ヶ月を、いやいや、もっとかからないんでしょ。実際には14日とか15日に決まったらどうしようって今阪神ファン、あの、いろいろ言ってますよ。それは今、それはなん、あれ、阪神のあれを言ってます。阪神のあれですよ。いや、今のはこれ私のあれの話をしてます。あなたのあれなんてありませんでしょ。あとありませんでしょ。私のあれはですね、はい、もうやった後1ヶ月を切りましたんで、ああ、まあ、ちょっとあやかって私もあれで行こうかなと。あ、もうそれぐらい、あれ、そう、そうです、そうです。プレッシャー感じてる？いや、感じてないんですよ、あれなんで、うん、なんで、そう、これで行こうかなと。あれでプロテストね、はい、二次予選言っちゃったんですけど、はいはい、そう、もうだから今後は、まあ、これからプロテスト二次予選のことをあれと、はい、あなたは呼ぶわけです、はい、なるほどね。ちょっと気合をね、入れていかないと。まあ、もちろん気合もともと入ってるんですけど、いや、これであなたのレベルがほんまにどうか分かりますしね。はい、うん、やっぱりもういいのには無理。うん、それ最終的に赤文字で終わりたいっていうのが目標なんで、うん、あとはなんか去年じゃないわ、最初1回2回目なんですよ、この1字を通るっていうことに関しては。だけど前はなんかラッキー通過みたいな、ラッキーです、全然アンダーとかで回れる実力でもなかったけど、なんかいろいろフィーバータイムみたいにバーディーが来て、いや、まあそれでもまあ次の日2アンダーで回って、まあ、あなたが、まあ、これはもうほんま話長くなるからバサッと切ってしまいますから、はい、あなたのために、皆さんでも聞きやすいために言いますけど、あなたが現状で目指していくとしたら、赤文字って言いましたよね、まあハーフ1アンダーね、前半1アンダー、後半1アンダーのトータル2アンダーまでですね、あなたのゴルフではね、うんうん、一番よくてそんなにガン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 バーディー、うん、取っていくような、今はスタイルではないし、うん、まあ、ボギーも打つからバーディーがポンポンと出ても、うん、ボギーで打ち消される、まあ前後で、足し引き、1アンダーかなと、はい、で、前半1アンダー、後半イーブンとかで1日、うん、まあ、目指せても1アンダーか2アンダー、うん、でまとめていきましょう、はい、まあ、それ以上なんか67だとか、まあ、無理だと思うんで、まあ、ワンダーはちゃんと練習して、うん、そこそこなんていうの、自分の思った通りにいったら、今言った通り、うん、これ話遮って申し訳ないですけど、自分の思った通りのスコアを出すのが一番今は大事なことだと思うんですね、うん、びっくりするような、うん、もうほんまに、あの、たまってばかバーンと開けたようなスコアはもういらんわけです、うん、後のためにもね、うん、なのでほんまにワンアンダーって決めたらワン、はい、今日2アンダーいけるんじゃないかと思ったら2アンダーみたいな内容をね、うん、ちょっとやってもらいたいなと思って、はい、もうそれダメならもう仕方がないし、まあ、あの、実力以上のものは、こんなこと言ったらですけど出なくてもいいと思う、はい、はい、ということで、まあ、ちょっと夏風邪引きましたけど、はい、再開したいと思います。はい、あの、補足で何かありますか？何にもないです。あら、私が全部言ってしまいました。はい、じゃあ、ここで大事なことは、UPGA 2023年度プロテスト二次予選のことを、山本道場ゴルフ TV ではあれと、はい、呼ぶという報告でございます。ただの阪神ファンやないかって感じですけど、ね、はい、じゃあちょっと、あの、練習を今から再開しますんで、はい、その様子をちょっと見てもらいましょうか。はい、はい、じゃあちょっと自分で解説しながら打ってください。今はこう右壁はだいぶできるようになってきたよな、私で、その右壁の反動をこう上手いこと、女子こいてな、上半身がつられるんだ、そう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 、っていうのが結構今私の課題なので、うん、まあ、そこをこう抑えていくっていうのを、つられないようにっていう、つられないように、だからこう手の位置もできるだけ低く、うん、クラブだけ上がっていくみたいな、うん、フィナウですよ、ね、フィナウです、フィナウ、フィナウかジョン・ラームです、はい、うん、これぐらいで言ってくれたらいいよね、うん、安心よな、やってる方も安心やもん、これ
何番これ、何安心感与えてください。うるさいわあなた、本当に。はい、いいと思います。皆さんが見るポイントとしては、スイングがワンピースになってるか、こうつながってるかですね。どっかであんまり息継ぎがあるようなスイングとかタイミングだとあまり良くない、ミスのね、スイングの中に1個チェックポイントがあったりとかすると、そこでまあ私の感覚で息継ぎみたいな感じなんですけど、息継ぎするとそこがほころびとなって、どうしてもミスが大きくなってくるんで。ピッチングで115ぐらいを打つ感じ。ピッチングで115ぐらいね。はい、キャリーで117。これがどんな球、これはもう薄々やな。でも転がって114。いや、いいんですよ、これでも乗ったら、うん、今一応一番意識してるのはこの上がらないっていう。はい、番手変えていきましょう。うん、あんまり状態は上がってない感じするけど、どう、うん、ここをまあでもゴルフっていうのは斜面があったりね、あれでバランスを変えないといけない時があるんで、キャリー150から155ぐらいの間です。今はね、皆さんね、ちゃんと球を捉えられるかどうかということをやっています。ここからタイミングが分かれば、ちょっとずつその方向性、範囲、これを狭めていきたいと思います。ちょっとね、夏風邪ひいちゃった。でもまあいい感じで、逆にね、力抜けてると。今はもう皆さんもそうですけど、もう今はもう当たり、いい感触で打ってるかだけでいいと思います。うん、うん、いい感触で、いい感触で打ててくると、球も結果的には上がらなくなってくるんで。つられてない。うん、つられてない、つられてない。やつら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 らら。何やそれ。これは騎馬一族です。何それ、騎馬一族が北斗神拳でやられるときに、やつら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 らら。多分その世代だったし、分かるん多分ギャートルズだけやね。いやいや、ギャートルズの方がみんな分かりません。嘘やろ、はい、行きましょう。これはね、うまいこと逃がしてますわ。これミスですよね。まあ、こういうことが一瞬でこうパッとできるようになったのは大きいですね。なんかでも結果は多分そんな変わらない。そこそこそんな悪くない。そうやな。でも多分私さ、こうやってるジャッジで多分一番この上がってるか上がってないかっていうのだけがちょっと自分に甘い気がするねんな。
うん、いいと思います。今のが、今のミスは絶対仕方がないから、そのミスが使えるミスに当日までになっていけるかどうか、これナイス。OK、 最後番手変えましょう。はい、まあ、4ヤードしか変わってない、今のいいショットとさっきのショットと。ドライバー行きましょう。ドライバー見てもらいましょう。じゃあ今から5球、はい、どうしようかな。じゃあちょっと厳しいあれでいきましょうか。皆さん見て分かるようにちょっとカメラもちょっとずらしますね、ここと見える、この一番左の150のこの看板よりも左はもう OB、うん、はい、でこっからこの斜面ね、一番右のあの側溝のあの範囲がコースです。これ今から5球打ってもらいますけど、5球の間に一発でも引っ掛けたらもうダメです。ええ球打たんでもええっていうぐらいです。ナイス、1球目ギリギリの OB のところからフェード打ってきましたね。分かってます、分かってますよね。今打った150の看板より左が OB ですよ、うん、はい、すごいね、はい、絶対左行かない、何かを見つけたんでしょうか。おー、すごいね、やばい、ナイス、全然 OK です。はい、これノーカットやもんね。はい、アウトです。アウト。はい、ということで、いやいや、まだまだ、はい、ね、あれには、あ、そうですね、始まったばっかりですから、はい、ね、あれに向けて頑張ります、ちょっと頑張っていきましょう、はい、はい、私はもう、調子乗った、うん、失敗しても右やろ、しかもこれ多分セーフやしな、うん、どう？アウト？アウト今の。いや、アウトじゃん。これで打ったら同じやん、うん。力入れないで。オッケー。はい。ということで、私はもうね、そこに OB 打ったんで参加しませんけど、あなたまとめてください最後。ちょっとね、現実的にまたなってくる期間になってきたので、ちょっと頑張って詰めていきたいなと。思います、パター頑張ります。あれへ向かってね、あれ頑張ります。いつも山本道場ゴルフ TV をご視聴いただきありがとうございます。評価もぜひ、チャンネル登録はこちら、 Twitter、Instagram、LINE アカウントも始めましたので、チャンネル登録の方よろしくお願いします。お